上ではここに来て少し追い風傾向となってきました水面状況です。11レース2つ目の準優勝戦を迎えます。対戦メンバー1号艇東京山田哲也、2号艇兵庫橋本俊光、3号艇埼玉関口智久、4号艇愛知吉田隆義、5号艇群馬坂本裕樹、6号艇埼玉飯島誠、以上の6名です。コース争い動きはありません。内枠勢まだバックストレッチ側です。昨日連勝で得点率トップの差勝ち取りました。1番の山田、予選では最多5勝マーク、陰線では1戦2勝の山田が1コースに入ります。ここまで安定感のある内容は2コース2番の橋本、スタートでどこまで対抗できるか3番の関口が3コース、そして4コーススローで4番の吉田、今日の前半戦では幕入れして勝っています。4番吉田4コースダッシュ、5コース角市は初の準優勝進出になりました5番の坂本、6コースは4年ぶりの優勝がかかります6番の飯島、11レースの準優勝戦進入1コースから1番2番3番4番5番6番です。1番4番3番19.9倍です。先頭1番山田5